ドコンジョーガイル、ドコンジョーガイル、ドコンジョーガイルは、吉沢康美による日本の漫画、またはそれを原作としたアニメ作品である。週刊少年ジャンプ、集英社に、1970年7月27日号から1976年6月14日号まで、連載された。1970年17号に掲載された、読み切り版は、当時の並いる。 人気漫画と肩を並べ読者アンケートで三位を得し、編集長の勧めで7本絵描き試し連載開始に至った。その後、続編として、新、ドコンジョガイルが、月刊少年ジャンプ1981年9月号から1982年8月号まで連載された。単行本は、ジャンプコミックス全27巻、集英社漫画文庫五巻、未完。 終英者文庫コミック版、全2巻、ワンパックコミックス全8巻、ワンパックコミックス版は、スーパード根性ガイルの題名で、ワンパックコミック、特間書店に再掲載されたものを収録している。当時の流行などについて、一部の絵が修正されているが、完全新規のエピソードは、単行本化されないまま刊行が打ち切られている。また、ジャンプコミックス版、全27巻が、 コミックパークより復刻されている。近年の名作の電子書籍化に伴い、単行本未収録だった作品が単行本、未収録作品集、全3巻として出版されている。鳥居和義のトイレット博士との合作や、2001年度版、ド根性がいる、本編最終回後に書かれた、梅さんと、よしこ先生の後日談などが収録されている。 2015年7月11日から9月19日まで、初めて自社テレビドラマ化され放送された。2015年8月に、アニメ傑作戦、昭和カルチャーズド根性ガイル DVD ブック、角川が発売された。カエルのぴょん吉が、公園、東京都練馬区の石神公園がモデルにほど近い、原っぱにいたところに、地元の中学生、 広志が小石につまずき倒れ込んできて潰されてしまうが、なぜか、ビョン吉は、広志のシャツに張り付き、平面ガエルとして生きていくことになる。東京の下町を舞台に、広志のガールフレンドの京子、後輩の五郎、番長のご依来も、教師生活25年の町田先生、美人教師の吉先生、寿司屋の職人、梅さんや、その恋のライバル、南先生ら、 多彩な登場人物を巻き込んでの喉束打撃を繰り広げるギャグ漫画。声優の旧話1972年版、新話1981年版、CM はソルマック CM より、無表記は新旧同じ声優。なお、2015年のドラマ版、キャスト、人物設定については、テレビドラマの高参照。これまでに2度テレビアニメ化されている。 いずれも、各回1話15分で2話ずつ放送。この話のグループ名は、モモンガラ語タイトルは、恋のダイヤル110番となっている。放送日時は1982年3月終了時点、放送系列は放送当時のもの、因は1972年版のアニメも、放送していたつぼねとする。北陸放送、テレビ長崎、南日本放送以外は、2015年の、 実写版ドラマも放送。1993年にフジテレビ系で放送されたドラマ、一つ屋根の下の主人公、柏木達也、あんちゃんが、ぴょんキチシャツを模した、ぴょんきち T シャツを頻繁に着用していた。同様のプリントが施された商品が販売され、ドラマの話題性も、相まって、一般でも人気商品になる。また2010年には、ユニクロの、 ジャパン漫画ンアニメのコラボ企画にも参加し、オンライン予約を開始すると同時に売り切れてしまう人気商品であった。2015年7月11日から9月19日まで、毎週土曜21時21時54分に、日本テレビ系列、土曜、ドラマで、松山健一の主演で実写テレビドラマ化され、放送された。原作から16年後の後日談という設定の、 オリジナルストーリーで生きることの楽しさをテーマの一つとし、30歳になったヒロシとぴょん吉の姿を中心に描いている。T シャツのぴょん吉は VFX 特殊視覚効果を駆使した形で登場し、三島ひかりがぴょん吉の声を担当した。オープニング曲は1972年版アニメの主題歌。 ドコンジョーガエルを松山をはじめレギュラー10名が歌唱し、エンディング曲はザ・クロマニオンズが担当した。オープニング映像には1972年版のアニメとほぼ同じ、丸ゴシック隊の歌詞テロップが挿入されている。ロケーションは東京都葛飾区、京成立尺駅付近と墨田区、引船駅付近、東京都台東区、鳥越岡津横町。 佐竹商店街付近などで行われた。主人公の中学生、ヒロシは、ガキ大将、ゴリライ元のと組合の喧嘩の最中に投げ飛ばされ、偶然その場に居合わせていた黄色いアマガエルを潰す。そのアマガエルは、ヒロシの着ていたシャツに張り付き、平面ガエルのぴょん吉として生まれ変わり、ヒロシと共に助け合いながら、ど根性で数々の困難を乗り越えていった。月日は、 流れ十六年後、三十歳になったヒロシは、警察官となった後輩のゴ郎ウや、家業のパン工場を引き継いだゴリライモとは対照的に定職に就かず、自堕落な日々を過ごしていた。そんなある日、かつての学園マドンナで、ガールフレンドの京子が帰郷してくる。ヒロシは、彼女と結婚したいために、一年ホッケをし、次第に生活も変化していく。一方、ぴょん吉の体は、 知らず知らずのうちにシャツから剥がれつつあった。8月22日は24時間テレビ38愛は地球を救うを放送のため休止。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。